どうも、つぶです。今日はですね、韓国の100%というボーイズグループ、まあ、ペクポとも呼ばれてましたね。ペクポが解散ということで、お話したいと思います。まあ、まず、100%といってもですね、まあ、一般の方たちは多分ほぼ知らないグループだと思いますね。なんなら、K-POP 好き、K-POP を知ってる人でも、まあ、あんまり有名ではないグループだったんですけども、まあ、僕は非常に、残念です。まあただいろいろありましたね。ペクポはいろいろありました。最初は7人ですかね。7人グループだったんですけども、2人脱退しまして、まあ、1人なんとね、リーダーのミルがね、亡くなっちゃったっていうこともあり、いろいろあったグループだったんですけども、まあ、僕は以前のね、たまたまおすすめの、ね、K-POP ボーイズグループの動画でたまたま紹介したんですけども、まあ、何より僕100%はもうすごい実力が素晴らしいグループだと思います。はい、もう本当に、歌って踊れる、まさにアイドルだなっていうふうに思いました。デビュー曲ですかね。バッドボーイかな。バッドボーイってデビュー曲、素晴らしい、僕好きだったんですけどね。素晴らしい歌です。あとはね、2PM の I'll Be Back か。I'll Be Back のダンスをカバーしてたんですけども、それが素晴らしかったですね。まあ、100%ね、まあもちろん自分たちの曲もそうなんですけど、練習、ダンスの練習風景で、本当に生歌で歌いながらね、踊ってるのを見て、あ、すごい実力のあるグループだなって思いました。特にロッキョンとかね、歌声が素晴らしい。オペラ歌手みたいなね、歌声で素晴らしかったですし。はい、残念です。まあ、それぞれ皆さんね、今4人ですけども、違う道に進むと思いますが、頑張ってほしいです。100%の解散に関するお話でした。ウィス